7月の壁面を工夫して飾りましょう。背景は何年も前に作りました。担保で描いた入道雲と同じく担保で描いた海の波です。その上に吊るす飾り、これは担保で作ったかき氷とお花紙で作ったミニひまわりでできています。上側だけ留めておくとこんな風に風が吹くと揺れます。大きなひまわりを下の方に貼っています。間には子供たちが折った折り紙のクワガタムシが顔を覗かせています。海には子供たちが思い思いに描いた生き物たちが楽しそうに泳いでいます。今年の担当者が付け加えた先生クイズは2回目ですが、もう恒例になってきました。めくると先生の顔や名前がわかります。1年で全員の先生が紹介できます。タイトルも忘れずにつけましょう。ぐっと引き締まります。今あるものと新しく作るものとアレンジして素敵な壁面を作りましょう。